伊勢崎空襲から今日で79年です。市内では空襲の記憶をたどる企画展が開かれています。伊勢崎空襲は1945年8月14日深夜から翌15日の未明にかけ、アメリカ軍の B-29 爆撃機84機が伊勢崎市に614トンの焼夷弾と27発の爆弾を投下したものです。この空襲で40人が犠牲になり、市街地のおよそ4割を焼失しました。やっと父に会えました。悲しい再会でした。この企画展は伊勢崎空襲の記憶をたどり、戦争と平和について考えてもらおうと市民らで作る実行委員会が毎年開いているものです。会場には戦時中の写真や資料などおよそ100点が並んでいて、中には市内に投下された長さ 1.2 メートルの M47 焼夷爆弾の実物も展示されています。空襲から79年が経過し、風化が課題となる中、戦争の悲惨さを語り継ぐ女性がいます。手島久子さん、95歳です。戦争だけはね、勝っても負けてもともかくどっちも命は失うんだから、だからそれだけはね、みんなで声を上げて話してなって、私の声も一つ役に立ってますと思ってやってるんですけど。16歳の時、伊勢崎空襲を経験した手島さんは、二度と同じような思いはしたくないと風化の防止に取り組み、語り部として活動を続けています。もっとも世の中にこう目を向けて、特に高校生とか中学生とかってことはね、目を向けながらこれから進んでほしいなっていうか、切な思いですね。やっぱり平和っていうのが一番、何をするにもだって平和なくしてできないわけでしょ。だからそれだけはね、いつも願ってますね。この企画展は伊勢崎福祉プラザで明日まで開かれています。79年前にね、伊勢崎にも空襲があって大勢の人が亡くなり、被害も受けて家が枯れたりしたことを思い出してもらいたいと思います。そして今ね、いろんなところで戦争が起こってますけど、そういう中でどうにしたら平和が保てるかということを考えていただければありがたいと思っております。